こんにちは、ゆうです。マザーのお時間です。はい、今日無課金サーバーか、芝居丸やっていきたいと思います。はい、お誕生日の方、おめでとうございます。噛んじゃったの登場台詞、はい。今日、無課金言いましたね、はい。今日でね、はい、やっと100式と蹴りをつける準備ができましたと。はい。僕ね、ショートとか、いろいろね、いろんなところでガンダムね、弾かせていただいておりますけど、ただただ、その、まあ、ユニコーン狙いだけでは弾いていたわけではございません。もう、塗装交換、繰り返し、ただ2回だけですけどね、はい。もう、整えました、場の環境をね、はい。それではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね、ライドも必死こいて交換しましたけど、結局また交換して、最後の伏線回収会となると、極悪と一緒ですね。はい。それではご紹介しましょう。リーダーの梅丸尾に、非属性ダメージ軽減にお邪魔目覚め耐性。で、こちらが、何やったっけ。ストロベリーの、武器ですね。はい。ストロベリーチアーズで、これ。はい。イチゴのやつの武器です。大酒ガチャの。はい。サブにも入ってます、ちなみに。これで完全暗闇、完全お邪魔、回復強化、非属性ダメージ軽減を補っておりますと。ですね、変身後の消せないバインド覚醒無効、あと盤面取り戻し会、要因とか、で、ドロキョ要因とか、それいろいろ兼ね備えてもらってますね、これに。で、こちらが、ジャスティス。はい。サブのジャスティスですね。で、聴覚性、浮遊に、スキルブーストプラス。で、HP 最上のやつを一つに、ブレイズブースト。ホノリン武器ですね、フェスゲルの。で、こちらリーダーチェーンの、ジャスティスですね。聴覚性浮遊、スキルブーストプラスに、HP 共感、上一番上のやつを一個。で、トイズフレームシストが、フェスゲルの、何やったっけ。ガングリューのやつですね。はい。副属性比にしつつ、リーダーチェーンしていくと。いう感じですね。で、リラスキルが引きの2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が40倍、固定で1000万ダメージ、属性の HP と回復力は 3.2 倍となっております。で、こちらがガンダムバルバトスループスですね。はい。聴覚性スキルプラスに、潜在もスキルブーストプラスプラス。で、バランスキラー。これね、ほんまはね、多分軽減か HP 持った方がいいんですけど、なかったんで、ティオーレに刺さる、はい、バランスキラーとか。つけております。はい。で、あとアシストがそのバインドを補いつつ、クモを補いたかったんで、10連ガチャパワーつけております。スキルがね、無効貫通枠なんですよね。その、HP1 になるんですけど、ジャスティス使う時に回復力を上げてくれるんで、さほど問題はないかなと。はい。こんな感じでございます。で、こちらがロベリール武器やった。はい、ロベリールですね。ロベリールにアシスト無効潜在に、非属性ダメージ軽減。食糧貯蔵庫は、焚き武器ですね。はい。これで HP とドロキョウになっておりますと、はい。変身後は、この、回復強化と、あと76取り戻したり、ダブル吸収無効、要因ですね。はい。で、こちらフレンドさんのゴッドガンダムです。フレンドさんのゴッドガンダムに、毒目覚め耐性に、非属性ダメージ軽減プラス。ルーン魔術というのが、電撃のコラボの武器か、はい。副属性火にしつつ、火に変えるんで、十字がね、実質、非十字1個決めただけで9ターン分クライムメダル回復できると。あと、ドロキョウもね、これで補ってもらってますと。で、バッチがね、ガンダムコラボ、バッチです。はい、それではね、新100式チャレンジ、ガンダム業界でいう100式マーク2ですか。はい。それでは、最高空振り最高出た。ちょっと不吉なんよ、自分の中でなんか。よしよしよし。で、はい、梅丸が押せない。梅丸押して、まあロベリール変身させましょうか、さっき。で、あ、ちょっとリラチェンしてからピースを受けたかった。よし、ジャスティス。で、こちらでピースをかけまして、ジャスティスも使っとくか、前か。で、ゴッドガンダム変身、ジャスティス使って、タクスだったに、まあ、火なかったら危なかったぞ。まあ、もう、梅丸はね、その威嚇効いてるんで、これで、はいはい。で、火属性だけ倒してしまうと、OKOK。で、最悪。これで使っといて、で、火を消せないよ。あ、消して持てるかな。
休憩で、これでスキルも溜まったんで、全部でジャスティスも使って、これは無効貫通できるかな、普通にジャスティスだけの。よし、OK。お、でまだ一旦あるから、これ使って、でこれで一コンボだけして、よしよし。使ってやるからもっと横線使ってもいいんですけどね。はいはい、オッケー、危ねえ、オッケー、よし、で2番をオッケー、はい、で天狂拳、お、これ3つ作れそう。3つ作れてますね。オッケーオッケー。オッケー、しかも決まってくれた。おーおーおお。オッケー。覚醒無効クルト。で、これで仕上げですして。弱体化がね、多分一番きついかな。どうなんやろ。よし、ふぅ、はぁ、コットンね、コットン、コットン、おい、レクモも大丈夫と、していこうか、じゃあ使ってやるから持っておこせ。で、アスランで、アスラン言うてモテるも、わかんないですよね。ガンダムご存じない方からしたら、アスラン言うても。よし、オッケーオッケー。ふい。76、あ、デバフか、デバフやったらまた耐えるか。弱体化もちょっと、76もね、ちょっとね、76もちょっとね、何やねん、あの、おじゃ、弱体化か、弱体化もちょっと気持ち、ターン消費したいんで、やっぱり。いっちゃうの？強すぎひん？マジか。マジか。うん、ロベリーズ使おうか。
あ、じゃあジャスティス使ってもだ。待てよ、回復増やそうか、これ。これが向こうになってるから、回復分割、回復分割、回復分割。よし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 。さっきこれで耐えれたから、よしよし、オッケー。でゾロ強も入れて、あ、火もある程度置いといたんで、暗闇全部ヒーヒー、オッケーオッケー。よしよし、はいはいはい。でバルバトスを、バルバトス早く帰ってこい。あ、そうそうそう。で使ってやるから、持ってよこせして、はい、よしよしよし。でこれで軽減貼って、あぶねえ、今ちょっと待って、軽回復って言ってくれるのはやばかったかもしれん。あぶない危ない。おお、あぶねえ。よしよし、しかもちょうど力じゃない、はいはい。でこれはこうしといて、ちょっとあれやな、回復多すぎたな。まあまあロベリールいるんでね。そのためのロベリールですよ。回復4したいんかってことに今気づく。今さら L 字に意識が飛びすぎて。これで、で、なんだっけ、ロベリール使って、で、ジャスティス使って、はい。よし、行け。7フロア。あ、ネプチューンマンか。ネプチューンマンが一番きついよな。ね、強剣。回復重視でいって、待って、これ左倒せるんちゃう、もしかして。オッケー、よしよしよし、ナイス。でコンボ現象も減ったから、で、バルバトス行って、で、ジャスティス行って、ここは軽減というより回復力重視で、はい、
よし、水なんでね、やっぱり。ちょっと闇が多いな。闇をあまり消さないように。めっちゃ消えとるだな。あー、また来た。あ、向かい来てきた。よしよし、オッケー。次また向こう貫通だよね。ここから。あと連続でできた方がいいんかな。どうなの。よし。生きる石だ。なんかめっちゃ作品知ってるからこそ、アスランの強さは力じゃない、生きる意志だからぶっ刺さるんですけど僕に。よし、こんなん言うてる間ないね。ちょっと待って、ほんまこんなん言うてる間ないから。オッケーオッケー。よし、これセルフ無効貫通いった方がいいな。セルフじゃなくて普通に無効貫通ついてるんよ。天狂剣、ただ日が多い、日が多い。耐えれる。うわぇ、よしよし、ちょっと待ってよ。これとりあえずこれ使っとくでしょ。でジャスティス使う。一応ロベリーで使っとうか。ここで、はい、よし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 。え、梅丸が溜まっててよかった。誰に言ってんねん。ボルカニックエンハンサー待ってくれへんぞ。あぶねえ。よし、オッケー。うわ、ちょっとコーヒー飲もう。よしよし、はい、シールド展開。よし、悔やみは大丈夫で、よしよしよし、分割でいいんかな。
方で回復エルジしていった方がいいですね。 OKOK、うん、ルーレットは落とし、くそ、回復の時に作るか。で、これも回復の時に、あ、回復の時にって、何、誰が回復の時に打てん、まあ、回復3本強だ。よし、OK。 いや、デバフいらんって、今、お前。お前、ちょっと、ごめんなさい。よし。よし、よし、よし。待って、列にして。よしよし、はいはい、テープ大丈夫で、ジャスティス使って、ここあれやな、この代わりにバルバトスぶち刺して、その代わり回復音消し出る、よしよし、オッケー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 、はい、闇になった、生きる石だ、ね、いやいや、怖い怖い怖い、あー怖い怖い怖い、モノナルクっていう時点苦手なんですよ僕、もうほんま、よしよし、オッケーオッケー、ルーレットね。何のルーレット？毒。あ、火も作ってくれるのね、一応。じゃあ、火の時に。オッケー、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 オッケー。で、回復上がってるから。ミスった、だだ軽減も晴れてる、よかった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 、いや、ここはちょっと諦めようか、ね、とりあえず4弟子でしょ、投影したいからよしよしよし、ここはもうどうでもいい、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  OKOKOK、 よし、回復作ってくれるんや、よし、
関数とか飛んじゃって、いやいやいや、どうしようどうしようどうしよう、 OK、 ちょっとここで仕切り直そう仕切り直そう、時間はまだある、時間はまだある、まだある、時間はまだある、 OK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 、 苦手なやつ来たな、 OK、 しかも非属性になったから軽減倍率も上がると、あー怖い、よし、OK、 オッケー、軽減は大丈夫大丈夫、全然大丈夫全然大丈夫、ただここよね、回復が少ないから注意して、回復注意回復注意、よし、ここか、よしよし、あ、組みやすい、めっちゃ組みやすい、ナイスナイスナイス、オッケー、うん、マグマスパイラル来るっけ、そこでメマロイとか、んで、まあ状況確認なの、ただ回復が 1.5 倍でしょ、諦めろ、そうなった、でバルバトス使ってやな、でロベリール使って、よしよし、よしよし、うわデバフなんでお前ここで来んねん、しかも回復ないねんけど、あ、ミスったミスった、6回戦闘使ってもた、ちょっと回復さえ、これセーブなん？え？セーブなん？え？マジで？もうさ、ちょっと黙っちゃった。負けたと思った。え？マジで？大丈夫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 ？ごめんなさい、ごめんなさい。え？え？え？勝てる？勝てる？待って、ちょっと待って。うわ、よしよし、さあ、待って、これマジでマジで3項目目を引き引き、うん、とか気色悪いこと言ってんね、あ、ちょっと手震え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 、
あーちょっと待って、これ無理薬局だったかと思った。あーやった、あーちょっと待って、これもう動画見よう。はい、経験値アップさせておきました。はい、あーそれでは称号をいただきましょうか。保護しといて、称号ユーザー情報、称号設定、博識でございます。ちょっと一回つけてみましょうか。博識柴犬丸ですわ。これ赤のたまらんちゃたまらんのよね。でもね、ネタバレになるからね。ちょっと待って、今の間にフレンドさん出会ったら、ちょっと待って、どっから帰るんやったっけ。ユーザー設定、はいはい。ちょ。称号設定、はいはいはい、あー合格、はい、オッケー。いや、ちょっと嬉しくてちょっと訳分からなかった。よかった。はい、4部作にわたり、はい、柴犬丸百式チャレンジいかがだったでしょうか。ライルはね、結局使いこなせなかったんですけどね。でも好きなガンダムコラボキャラで、ね、ほとんどガンダムでクリアできて、いやしかも見てたやつばっかりやったんで、今回使ったもほとんど見たんですけどね、僕。唯一今回のコラボ作品で見てない、水星の魔女ぐらいですかね。はい。クリアできたんで、めっちゃ良かったです。ほんとよかった。ほんと、最後ね、それでは長時間になってしまいましたが、最後にご視聴くださり、ありがとうございました。もしよかったら、動画の感想や、評価も、よろしくお願いいたします。あー、4月中に終わってよかったー。ああ、ちょっとほっとしました。はい、ちょっと休憩して編集します。それでは今回の相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ、ありがとうございました。